クエスト2のリフレッシュレートが 120Hz になりました。実際に対応ゲームをプレイしてみるとすぐに分かるレベルに違いがあったんですけど、本体への負荷も増加していることが分かりました。今回は気になる 90Hz との比較とか検証を行っていきます。皆さんこんにちは、ショー VR チャンネルのショーです。バージョン28のアップデート、皆さんもうされましたでしょうか。先日バージョン28のアップデートが発表されて、19日の週から順次配信されていました。まだの人もいるみたいなんですけど、自分は21日にもうアップデートされてました。けど最初の時点では 120Hz の設定項目が出ていなかったんですけど、電源をつないで放置して再起動をかけたら設定できるようになっていましたので、もし出ていない場合はそれを試してみてください。ちなみに今回解説する 120Hz の他にもエアリンクの機能が追加されています。詳しくはこちらの動画で解説したんですけど、今回は 120Hz について解説していきます。このような順で解説していきます。 120Hz 対応ゲーム、 90Hz と 120Hz の比較、 120Hz の負荷検証、バーチャルデスクトップで 120Hz、 この流れで解説していきます。このチャンネルではいつも VR に関する情報とか実際に VR で見れる動画も上げていますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。まず対応ゲームです。キュービズム、イレブンテーブルテニス、ラケットフューリー、バーチャルデスクトップ、リズムバレット、以上の5つが現状 120Hz に対応しているゲームとなっています。今後も対応ゲームは続々増えていくと思うんですけど、今回対応しているゲームのうちの3つ自分持っていました。キュービズムとイレブンテーブルテニスとバーチャルデスクトップですね。特にイレブンテーブルテニスは自分今一番ハマっているゲームで、ほぼ毎日のようにプレイしているんで、120Hz 対応はかなり嬉しかったですね。後で解説するんですけど、バーチャルデスクトップを使って Steam VR をプレイすれば 120Hz 対応のゲームは大幅に増加します。それでは 90Hz と 120Hz の比較です。90Hz から 120Hz になると何が変わるのかというと、今更感はあるんですけど簡単に説明すると、1秒間に画面が更新する回数が90回から120回になるということで、ゲームの動きが滑らかになるということになります。では 120Hz になった時にどの程度違いがあるのか比較してみました。今回はキュービズムとイレブンテーブルテニスを使って比較していきます。まずキュービズムです。120Hz はこのように設定から変更することができます。このゲームはパズルゲームなので速い動作をすることはほとんどないので、 120Hz のメリットが比較的小さいかもしれません。それでもパズルを動かした時の残像感の違いがありました。こちらは実際にパズルを組み立てている様子です。やはり残像感が 120Hz の方が軽減されています。プレイしやすくなるということはないと思うんですけど、没入感は上がると思います。それではイレブンテーブルテニスです。設定からこのようにリフレッシュレートを変更することができます。右上の数値が現在のリフレッシュレートの数値になっています。120に変更するとリアルタイムで120に変更になります。では比較してみます。 90Hz と 120Hz では少し分かりにくかったので、 72Hz も参考までに載せています。キュービズムと比較して、これは球の動きとか首を頻繁に動かすので、リフレッシュレートの差によってメリットが大きくなると思います。 90Hz と 120Hz は結構分かりにくいですね。ただ実際プレイしてみると 72Hz と 90Hz の違いと 90Hz と 120Hz の違い、これ同じぐらい体感的に違いが分かります。こちらは首を振った時の上が 90Hz と下が 120Hz です。次に 120Hz の負荷検証です。 120Hz になると映像が滑らかに動いてメリットがあるとお話ししたんですけど、ただ 120Hz にすると画質を落とさないと今度はラグが発生する事態になってしまいました。イレブンテーブルテニスでは設定の項目でリアルタイムにリフレッシュレートとかレンダリングスケールとか
中心カレンダリングの設定を変更できたので検証するには最適でした。 90Hz の場合はレンダリングスケールを 180% まで上げても問題ありませんでした。これ以上の 200% にするとラグが発生してしまいます。なので 180% を限界値とします。そして 120Hz の限界値は 140% でした。かなり簡易的な検証ではあると思うんですけど、 90Hz と 120Hz では約 1.3 倍程度の負荷がかかっていることが分かりました。11テーブルテニスでは 90Hz で画質をより上げるか、 120Hz でより滑らかさを取るか、このどちらかになると思います。それと 120Hz ではバッテリーの消費が早くなったり、本体が熱を持ったりするという影響も出てきます。それでは次にバーチャルデスクトップで 120Hz というのを解説します。実はバーチャルデスクトップでも 120Hz が対応しています。それによって PCVR のゲームも 120Hz で遊べるようになります。現在バーチャルデスクトップの 120Hz 機能はベータ版なので、普通にプレイしても設定項目には出ないのでベータ版に設定する必要があります。これはもうバーチャルデスクトップ入っているとすぐに設定できるので簡単に説明します。スマホの Oculus アプリを開いて、上のメニューからライブラリーを開いてください。そこからバーチャルデスクトップを開きます。下の方に行ってバージョンの項目を見つけます。バージョンの数字の部分をタップします。バージョンノートが開くので右のチャンネルをベータ版に変更します。以上で設定は終わりです。クエストの本体でバーチャルデスクトップを開いて設定を開いてみてください。 120Hz が追加されていたら OK です。もし 120Hz がなかったらアプリ一覧から詳細を見るを開きます。それからここにアップデートというのがあると思うので、それを実行してください。今後アップデートされたら 120Hz が標準で設定できるようになると思います。実際にバーチャルデスクトップでゲームをプレイしてみました。見ての通りビートセーバーです。下の方にパフォーマンスモニターが表示されているんですけど、これの左上の数値がフレームレートの数値になっています。ビートセーバーを 120Hz でプレイするのは初めての体験でした。ただバーチャルデスクトップだと音ゲーに致命的な遅延が発生してしまうので、リフレッシュレートの評価をしているところではありませんでした。滑らかさは確かに増していると思うんですけど、快適かといえばそうではないと思います。他にもメダルオブオナーで試してみましたが、こちらのゲームではフレームレートそんなに出ませんでした。これは多分パソコンのスペック的な問題だと思うので、パソコンのスペックを上げたり画質の設定を下げたりすればフレームレートはもっと出るかもしれません。ということで 120Hz の比較とか検証を行ってみました。 VR ゲームを 120Hz でプレイするにはバルブインデックスとかパイマックスとかになってしまうのでハードルが高い中、これは嬉しいアップデートだと思います。今後エアリンクも実際に使って深掘りして解説していきますので、見逃さないようにチャンネル登録と、高評価もできたらお願いします。それと3つ前ぐらいに上げた動画なんですけど、大人向けの動画を AR 機能を使って没入感を上げる裏技という動画を出したんですけど、もうそれ大好評で、いろんなコメントを天才だみたいな嬉しいコメントもいただいたんですけど、そういうことに関してはなぜか頭が冴えるということなんですけどね。もしそれまだ試してない方はぜひ試してみてください。バージョン28になってもまだ使えたのでご安心ください。また Twitter でも VR のことを結構つぶやいていたりするので、ぜひ概要欄からチェックしてフォローの方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画で。